先生。はい、もくん。肉まん食べたでしょ。え？肉まん。肉まん？さっきメイク室で。うん。肉まん。やっぱり。ほら。なんで？はい、ボブさんに謝ってください。なんで謝るの？別に。あれボブさんのですよ。違うよ。いや、あれボブさんのです。はい。ボブさんに今カメラの前で謝ってください。ボブがくれたんだよ。ボブさんめっちゃなんかすごい落ち込んでましたよ。なんでモン君にそれ言われなきゃいけないの？僕の肉まんって言って、はい、先生、先生。美味しかった。はい、everyone。先生。Thank you for coming to our three-minute English for beginners。時間ない。もうレッスンの時間でしょ、モン君。先生。行きますよ。ボブさんに謝ってください。はい、ボブ、I'm sorry。はい、行きます。今日のフレーズ行きますよ。今日のフレーズはこちらです。同情します、ボブさんに。I'm not surprised。当然でしょう。当然でしょう。I'm surprised。ちょっと聞いてください。I'm surprised。not がなかったらびっくりしたってなっちゃうよね。でも I'm not surprised だから驚かない。全然驚いてないよ。それで当然でしょう。当然だよね。だよね。そうだろうね。とかっていう。なるほど。に使います。他にもね、努力が報われた時。あ、僕ですね。まあね、すごい頑張ってたから当然だよねっていう時にもね。努力を報われるときに相手を褒めるときにも使います。あ、どんどん言ってもらっていいですよ。はいはい、先生今日の例文お願いします。はい、Example 1、はい、Guess what? Nao君 got 900 on TOEIC。 聞いて、モン君が TOEIC 900点取ったよ。モン君じゃないよね。え、Nao君、Nao君、え、なおくんが900点取ったの、トーイック。どこにその会話やるんですか。あ、先生、向こうにします。はい。Guess what? なおくん got 900 on トーイック。聞いて、モンくんがトーイック900点取ったよ、すごい。なおくんね。はい、B。B。I'm not surprised. He worked so hard. 当然でしょ。頑張ってたもん。なおくんがね。いや、僕ですよ。はい。まだ文句受けてもない。はい、じゃあ、全然、はい、次。はい、ナンバー2。2、2、A。はい。I have a serious hangover. ひどい、二日酔いだよ。二日酔いね。B。I'm not surprised. You drank like a fish. だろうね。先生、浴びるように飲んでたからね。そう、これね、浴びるように飲むって、はい、日本語だとザルのように飲むとか言うけど、英語だとね、魚のように飲むっていうの。面白いよね。僕も丸飲みしますよ。でも、モン君はお酒飲まないでしょ。ああ。はい、ナンバー3。はい。A。That cafe across the street closed down。向かいのカフェ、閉店したよ。うん、あ、終わった。B。No, I'm not surprised.The service was terrible there. だろうね。飲み放題で先生すっごい飲んでたもん。あのカフェはお酒ないよ。え？あ、すみません、間違えました。もう一回お願いします。Well, I'm not surprised. The service was terrible there. だろうね。カフェのランチの食べ放題で先生食べ尽くしてたもん。ちゃんと訳してください。はい、向こうに脱線しすぎ。はい。Well, I'm not surprised. The service was terrible there. だろうね。接客が良くなかったもん。うん、って感じですか。そういうところはやっぱりね、人気なくなっちゃうよね。ああ、そうだね。I'm not surprised. だろうね。先生、ね、そういう時に使ってください。先生、終わりましょう。ハロー。Thank you for coming, everyone.